気持ちいいこの車、はい、本当に。おお、そうきたか。125130。ちょっとここは怖かった。ここは嫌だね、はい、右に切らないでちょっと待ちました、ね、うん、そうそう、あそこで切っちゃうとこうすごいロール、繰り返りはしないけど、ええ、かなりな感じで、ね、ちょっと私の長年の経験の寸止めが入りました、ね、はいはいはい、足はちょっとな、ここで右に切んないでって僕思ってましたもん、うん、なんか、うん、それを助手席で分かるボンちゃんも相当すごいセンサーを持ってます、ね、結構助手席の方が分かりやすいのかもしれないですよね。はい、もう一回いきます、はい、あ、これ踏むとエンジンか、はい、90、105、110。でもやっぱ打が効いてお尻が出るっていう、うん、まあでも四輪ドリフターとチックだったけどね、はいはい、ダブルエンなんだけど、これは正直ちょっとロールも大きくて、ロールピッチングも大きいの でステアリングが軽い分ちょっと切りすぎちゃう傾向があるので、最初に切った時にあやばいと思ってね、寸止めしたぐらいなんで、ちょっとその辺はもうちょっとステア特性をちょっとアンダーにするっていうか、ちょっと重めにしたり、まあ、スタビリティもちょっと高める方向でセッティングしてもいいのかなと思うんですけど、まあ、そのシャシーのところはまだまだあの進化の余地はあるなと思ったけど、この P ヘブのところはやっぱり天才的で、で、まあ、アメリカ人のプレゼンテーション聞いたことあるんですけど、あのジープとしての半チャーハン半ラーメンなんで、あのつまりエンジンとモーターの組み合わせっていう意味なんですけどね、そういう意味でモーターは CO2 を減らすとかっていうことじゃなくて、やっぱりあの走破性を高めるとかドライバビリティ上げるとか、そこにのために作られた P ヘブなんで、まあ、こういう使い方という意味では、まあ、世界でも珍しい P ヘブですね。でこれがなんかこれからの一つのプラグインハイブリッドの方向性を決めるのかなという気がします。もう単純になんか今までエンジンかモーターかみたいな話が多かったんだけど、あのかなり100キロ以上で走ってる時も積極的にエンジン止めてきますから、まあ、やっぱりバッテリーを中心にしてパートレーンがあの作られてるんだなって感じがしました。はい、意外といいですね。気持ちいいこの車、はい、本当に。おお、そうきたか。すごい効きましたね、グーってね、はい、ちょっとお仕置きされたね、はい、でも考え方エスキャラダメっていう感じでしたね。お前調子乗るなみたいなね。100。おお。でも途中から許しましたね。ね、うん、はい、生かしたり、はい、その、はい、うん、怒ったり許したり、はい、怒ったり許したりみたいな。はい、これもですね。一回お仕置きするんですけど、でその後許してくれたりでまたお仕置きしたりということで、結構ドライバーをきめ細かく見ながら、あのお母さんが怒ってみたりニコニコしてみたりっていうような感じが一発のレンチエンジンの中で出てくるので、なんか自分を見てるなっていうのはすごくありますね。ちょっとやりすぎるとグッとこう絞られたり、あとソーダを速くしちゃうとあのブレーキの制御が強めにかかってきたりとかしますね。だからそういう意味では安全性安心感は十分得られていると思います。で、ドラポジインテリアデザイン乗り心地エンジンの気持ちよさで、結構これはやばいなって感じでも、ジープはジープでそのプラグインのリアモーターの使い方がまた粋な使い方しているので、さああなたはどちらを選びますかっていう感じですね。